これは皆様、グランアリーナへようこそ。一度中に入ったら試合終了まで競技場から出ないようお願いしているのですが、準備の方はよろしいでしょうか。かしこまりました。皆さんの控室はホールに入って右手にある青の組の控室です。それでは健闘を祈ります。はあ、私たちだけだとめちゃめちゃ広く感じるわね。団体競技やサーカスなんかもできるよう作られた場所だからね。昔は大型魔獣との戦いなんていうイベントも行われていたみたいだよ。へえ、だからこんなに大きな控室になってるわけね。帝都のオペラ劇場に比べると設備の面では物足りないが、野外コンサートなんていうのも悪くないかもしれないね。何の話よ。何の。しかし今日はどうやら早く来すぎちまったようだな。考えてみりゃ一試合だけだから始まる時間は遅いはずだ。え、そうなの？試合が始まるまでただ待ってるのは退屈かも。だったら試合が始まるまで場内を散策してこようか。うん、そうね。ジンさん、オリビエ、私たち散歩に行ってくるわ。ああ、時間までには戻ってこいよ。へえ、どういう風の吹き回しだ。お前さんのことだからてっきりついていくと思ったが。いやね、二人の雰囲気が少し変わったような気がしてね。あれは何か進展があったと見たね。ほう、よく見ているじゃないか。確かにあの二人、この大会に妙なプレッシャーを感じていたみたいだが、今日はどこか吹っ切れたようないい表情をしてやがったな。いやー、若いもんは羨ましいね。でもまだまだ仕込みは不十分といったところかな。もう少し進展した方が美味しくいただけるに違いない。からかいがいがありそうだ。やれやれ、悪趣味だね。どうしたの？ひょっとして体調が悪い？ううん、なんだか邪悪な意志を感じて、人を出しに楽しんでやろうという調子に乗った横島な意志を。なんとなく誰だか見当はつきそうだね。新人君たち、相手の強さは相当なものだけど、勝ち目はあるはずだよ。君たちならきっと大丈夫。応援してるからね。いやあ、あんたたち、いいかい、リラックスしていつも通りにやればいいんだ。気負うことはないんだからね。今日はみんなで君たちの応援に回らせてもらうぜ。遊撃士の代表として恥じない試合を期待しているからな。
どうしたの？ああ、君たちか。いよいよ決勝戦だな。いい試合を期待しているぞ。うん、任せて。って、クルツさん、なんだか顔色が悪くない？そうですね、ま、いや、さっきからめまいがしてね。おかしいな、体調は悪くないんだが。あの時の後遺症か？後遺症って、まさか昨日の試合の？違う違う、3ヶ月ほど前の事故さ。仕事中に失敗したらしくて、あちこちに怪我を負ってね。仕事に失敗したらしい？ずいぶん曖昧な言い方ですね。ああ、恥ずかしながら事故前後の記憶が曖昧でね。どんな仕事をしていたのかスポッと忘れてしまったのさ。医者は事故のショックじゃないかって言ってるんだが。そうだったんだ。でもそんな状態で出場しちゃってよかったの？さっきも言った通り、もう体の方は本調子でね。うん、君たちと話しているうちに気分も良くなってきた。もう大丈夫だ。そう？確かに顔色が良くなってきましたね。でも無理はしないでください。ありがとう。君たちこそ決勝戦頑張ってくれよ。やあエステル君、ヨシュア君。あれ、アルバ教授見に来てくれたんですか？君たちにはいろいろとお世話になりましたからね。その恩人の晴れ舞台ですから、絶対に見に行こうと思いまして。ありがとう。でもよくチケットを買うミラなんかあったわね。いやそれがですね、資料館の館長さんが急な用事で見物に来られなくなってしまいまして、それでそのチケットを譲っていただいた次第なんです。なんだ、やっぱりロハか。申し訳ない。ですが応援する気持ちは他の方には負けませんよ。どうか頑張ってくださいね。うん、任せて。精一杯頑張ります。Thank you.
決勝戦だね。私飛び上がりたいくらい興奮してきちゃったよ。どうどう、落ち着きなさいってば。落ち着いて集中しないとベストショットを取り逃しちゃいますよ。えへん、心配ご無用だもん。私落ち着きのない時の方がいい写真撮れるみたいだから。むしろその方が自然体みたい。そうなんですか。さすがドロシー、とことん規格外の才能ね。エステルちゃんたちのいいところバッチリ撮るからね。君たちを応援する気持ちはどうか頑張って。私たちの分も決勝戦頑張ってくれよ。そこにいるのはエステル君とヨシュア君か。あ、クラウス市長。どうしてこんなところに。いやー、久しぶりじゃの。シェラザード君から話を聞いて王国各地を旅しているのは知っておったが、二人ともしばらく見ないうちにいい顔つきになったじゃないか。ありがとうございます。自分じゃあんまりわからないけど、市長さんの方は相変わらず元気そうね。ちょっと安心しちゃったわ。まだまだ若い者には負けてはおれんよ。それよりも武術大会に出場して決勝まで行ったそうじゃないか。年甲斐もなくつい見物に来てしまったよ。え、見物のためにロレントから来てくれたの？いや、そうじゃないんだ。実はグランセル城の晩餐会に突然招待されてしまってな。それで今朝の定期船でオートに到着したばかりなんじゃ。お城の晩餐会？なるほど、そうだったんですか。その晩餐会、デュナン公爵に招待されたものじゃありませんか。よく知っておるの。もともと生誕祭の式典には夫婦で出席するつもりじゃったから近いうちに来ていたはずじゃが、いきなり軍の女性士官がやってきて晩餐会に出るよう要請してきてな。その女性士官ってカノーネ大尉だね、きっと。ただミレーヌのやつは旅行の準備が整わなくてな。仕方がないのでわしだけ先に来たというわけじゃ。そっか、ミレーヌおばさんは来てないんだ。あの市長、実は僕たちももしかしたらその晩餐会に出るかもしれません。ほう。なるほど、そういうことになっていたのか。陛下がご不調の折の晩餐会などあまり出たくはなかったが、君たちが一緒なら気が紛れるというものじゃ。こりゃますます君たちに勝ってもらわなくてはならんの。うん、分かったわ。ご期待に添えるよう頑張ります。それじゃ私は観客席の方に行っておるよ。頑張ってな、エステル君、ヨシワ君。まさかクラウス市長も晩餐会に出席するなんて。ってことはメイベル市長なんかも呼ばれてるのかしら。可能性は高そうだね。多分有力者たちを集めて話があるんじゃないかな。まあいっか。なんとか試合に勝って晩餐会に出ればわかるもんね。うん、そうだね。
そろそろ控室に戻ろうか。もうすぐ会場の時間だと思うよ。うん、了解。シャール大佐も公爵と一緒に来てるみたい。そうだね、公爵のお供のついでに部下の試合を見に来たのかな。おお、あれが巷で人気の王国軍情報部のリーダーか。男前だが風格を感じさせる、なかなかの人物みたいだな。まあ確かにそうなんだけどね。うん、ボースで見かけた時からさらなる風格を漂わせるようになったみたいだね。こうなっては仕方ない。このオリビエ・レンハイムのライバルと認定しようじゃないか。あんたにライバル視されてもね。始まるみたいだよ。皆様、大変長らくお待たせしました。これより武術大会本戦最終日を始めます。予選開始から1週間にわたって開催されてきた武術大会ですが、本日をもちましていよいよ最終日となりました。勝利と栄光をつかむのは一体どちらのチームなのか。それでは決勝戦のカードを発表させていただきます。南青の組、カルバード共和国出身武術家ジン以下4名のチーム。北赤の組、王国軍情報部特務部隊所属ロランス少尉以下4名のチーム。よっしゃ、出番ね。いよいよだ。今回ばかりは本気で行かせてもらうよ。泣いても笑ってもこれが最後だ。気合を入れていくぞ。さすがに今までの連中よりは歯応えがありそうだな。しかしチームの半分が青さの取れない少年少女とは、所詮我々の敵ではなさそうだ。侮るな。その少年たちは遊撃士協会の人間なのだぞ。ええ、すると王国にあった。その可能性もある。くれぐれも気を抜くな。は、了解であります。こーら、何ごちゃごちゃ言ってるのよ。エステル君、多めに見てあげてくれたまえ。そんな仮面をつけるくらいだからよほど自分の顔に自信がないのだろう。僕の芸術的な美貌をやっかんでこそこそ陰口を叩くのも無理はないさ。どうしてそうなる。都合のいい解釈をするな。あの、ロランス少尉と言いましたね。何かな少年。ヨシア、あなたの立ち筋は。いえ、何でもありません。どうかよろしくお願いします。こちらこそお手柔らかにな。ほら、
おしゃべりはそのくらいにしておきな。そろそろ始まるぞ。これより武術大会決勝戦を行います。両チーム開始位置についてください。エイドスも昇乱あれ。双方構え。勝負始め。チームの勝ち。バカな。入り抜きの特務部隊を代表する我々が負けるとは。やられたな。やったー。勝った。勝てたのか。さすがに疲れたね。それではこれより優勝チームに侯爵閣下の祝福の言葉が贈られます。代表者ジン・バセック選手、どうぞ前にお進みください。はっ。おお、近くで見ると本当に大きいのだな。東方人というのは皆そなたのように大きいのか。いや、自分は規格外ですな。幼き頃よりよく食べよく眠り、鍛えていたら自然とこうなりました。生来物事を深く考えない立ち上、図体ばかり大きくなったのでしょう。ははははは、なるほどな。うん、気に入ったぞ。ジンとやら賞金10万ミラと晩餐会への招待状を送るものとする。ありがたき幸せ。そなたとそなたの仲間に
エイッツァ。親愛なる市民諸君、勝者に惜しみない拍手と喝采を。面白い者たちが優勝することになったものだな。まったく、恥を知りなさい、ロランス少尉。あのような者たちに遅れを取って閣下の顔に泥を塗るなんて、日頃のふてぶてしい態度はどうやらこけ脅しだったようね。恐縮です。カノーネ君、そう責めないでやってくれ。実は私の方からロランス君に全力を出さないように頼んだんだ。情報部はその性質上、黒子の役に徹せねばならない。今回のように花のあるチームが優勝する方が望ましいだろう。なるほど。公爵閣下もあの東方人を予想以上に気に入られた様子。目くらましにはもってこいですわね。しかし今年の大会は残念だったな。親衛隊のシュバルツ中尉やモルガン将軍が参加していればもっと華やかになっただろうに。おたわむれを。そういうことなら閣下ご自身が出場なさればよろしかったのに。あの孤爵なユリアなど足元にも及ばぬ腕前なのですから。私はそれほど自信家ではないつもりだよ。本気を出したロランス君にはあまり勝てる気がしないからね。おたわむれを。閣下は少々私のことを買いかぶりすぎているようだ。軍人とは名ばかりの両兵上がりの武骨者にすぎません。これでも人を見る目は確かなつもりだ。君に対抗できるとすればそれこそあの男くらいだろうな。その彼のことですが、このままでは彼の子供たちがグランセル城に入ってしまいますわ。何らかの措置を講じましょうか。放っておきたまえ。公爵閣下が約束してしまったことだ。今さら遊撃士協会が介入しても計画が止まることはありえない。ですが、ロランス君、計画の進行度はどのくらいだ？現在 90% を超えました。一両日中には最終地点へ閣下をご案内できるかと思います。よし、いいぞ。王国の夜明けは近い。たとえ逆賊の汚名を受けても必ずやこの手で明日を切り開くのみ。よね、あのロランス少尉ってのも想像以上に手強かったし。うん、よく勝てたと思う。今でも信じられないな。気に入らんな。え？いや、なんでもない。それよりも晩餐会ってのは早速今夜あるみたいだな。結構遅くまであるらしいから部屋も用意してくれるみたいだぜ。やれやれ、太っ腹なことだ。オエラン型と同席というのは堅苦しいような気もするが、やはりリベール宮廷料理にありつけるのは楽しみで仕方ない。今から想像しただけでもよだれが出てしまいそうだよ、ジュルリ。出てる出てるってば。
オリビエさんに関しては何のプレッシャーもなさそうですね。それでは行こうじゃないか。僕たちをもてなしてくれる愛と希望のパラダイスに。そうことが運ぶと思うか。はっ、君は。貴様というやつは毎日毎日ふらりと出かけて何をしているのかと思えば、まさか立場もわきまえずに武術大会に参加していたとは。やだな、ミュラー君。そんなに怖い顔をするものじゃないよ。笑う角には福来たる。スマイルスマイル。誰が怖い顔をさせているか。あの制服ってもしかして。エレボニア帝国の軍服だ。なかなかやりそうな兄さんだ。お初にお目にかかる。自分の名はミュラー。先日エレボニア大使館の駐在武官として赴任したものだ。そこのお調子者とは、まあ昔からの知り合いでな。いわゆる幼なじみというやつでね。いつもいかめしい顔だが、これで可愛いところがあるのだよ。いいから黙れ。はい。失礼した。どうやらこのお調子者が迷惑をかけてしまったようだな。帝国大使館を代表してお詫びする。迷惑ってほどじゃないけど、試合じゃオリビエの銃と魔法に随分助けられちゃったし。あのオリビエさん、武術大会に出ていたことを大使館に隠していたんですか？別に隠してたわけじゃないさ。ただ言わなかっただけだよ。そういうのを隠していたというのだ。まあいい。過ぎたことを言っても仕方ない。とっとと大使館に戻るぞ。え？ちょっと待ちたまえ。僕たちはこれから素敵でゴージャスな晩餐会に招待されているんですけど。素敵にゴージャスだからなおさら出られると困るのだ。お前にはしばらく大使館で謹慎してもらうぞ。マジで？俺は冗談など言わん。そんな戦勝な。晩餐会だけを心の支えにここまで頑張ってきたのに。さすがにちょっとかわいそうじゃない？晩餐会に出席するくらい別に構わんのじゃないか。何か理由でもあるんですか？君たちナイスフォロー。仲間というのはなんと美しいものだろうか。どこぞの薄情な幼なじみとは比べ物にならない温かさだね。君たちは事態の深刻さがいまいち理解できていないようだ。いいか、想像してみろ。王族が主催する各地の有力者が集まる晩餐会。そこで立場もわきまえずに傍若無人に振る舞うお調子者、それが帝国人だと分かった日には。ちょっと皆さん、どうしてそこで黙るんですか？ごめんオリビエ、その人の心配ももっともだわ。さすがに王城の晩餐会でいつものノリはまずいですよね。国際問題にも発展しかねんな。うわ、手のひらを返すように。終戦から10年目、ただでさえ微妙な時期なのだ。我慢してもらうぞオリビエ。ちょっと待ってくださいよミラーさん。黙っていたことは謝るからさ。
問答無用。僕の晩餐会、僕の宮廷料理。いいのかな。気の毒だけどこういうこともあるよ。うん、ま、人間万事採用が馬ってやつだ。せいぜいやっこさんの分まで楽しんできてやるとしようぜ。仕方ないか。それじゃ気を取り直してグランセル城に行きましょう。おや、エステル君、ヨシア君。いや、決勝戦は見事でしたよ。優勝おめでとうございます。ありがとう。ところで、アルバ教授の方はどうなの？研究の方は進んでる？そうですね、資料館に頼まれた古文書の解析は順調ですし、自分の研究に欲しかった文献も思った以上に見つかりました。やりたいことがたくさんあって、どんなに時間があっても足りないくらいですよ。へえ、
なんだかちょっと見直しちゃった。教授っていうだけあってやっぱり勉強熱心なのね。私じゃとても真似できないわエステルはまずじっと机に座ってることができないからね。そうそう、座ってるだけで無性に眠くなるか体を動かしたくなるのよ。ほらほら、流れている水の中でないと生きられない魚がいるじゃない。あれと同じことだと思うのよね。何よ。でも教授も研究が順調に進んでるようでよかったじゃないこれもエステル君たちが協力してくれたおかげですよ。近いうちに何らかの結果を出してみせますよ。しようかな。どれも可愛いな。せっかく花ノートに来たんだから、時間があるときは楽しまなきゃね。
お、優勝チームのメンバーが揃い踏みだな。試合の方はバッチリ見せてもらったぜ。できりゃ俺たちが優勝したかったが、お前たちになら譲っても正直惜しくないぜ。みんなから聞きましたよ。優勝おめでとうございます。ありがとう、エルナンさん。クルツさんたちの話を聞くとすごい激闘だったそうですね。そうね、今度あいつらと再戦したらもう一度勝てるかどうか。うん、決して簡単なことではないよね。勝負に時の運はつきものですが、勝利を引き寄せたのはあなたたちの自力があったからこそです。大丈夫、あなたたちはまだまだこれからも伸びますよ。うん、励みになったしますます頑張るわ。今日はお疲れでしょうが、晩餐会の件よろしくお願いしますね。うん、任せといて。いやー、優勝おめでとう。とても見応えのある試合で、私たちにも参考になったよ。あんたたちとはいつか一緒に仕事をしたいもんだね。いや、優勝おめでとう。君たちのような若い遊撃士が出てきたことは私たちにとっても励みになるな。私ももっともっと精進しなくてはね。おいおい、まさかこれから外に行くつもりか。修行熱心なのもいいが、今はとっとと晩餐会に行こうぜ。
な試合だったね。もう興奮のあまりバシャバシャ写真撮りまくっちゃったよ。